これより2021年度ゼロ高等学院入学式を開催いたします。小さいハードル、この学校に関わる。続きまして、堀江貴文主催よりご挨拶です。堀江主催、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、ゼロコーマン、最初に、作った堀江と申します今日入学式なんですよね、入学式ということで、たくさんお集まりいただいて、これからどうしていこうかみたいに思ってる人たち多いと思いますけど、まああんまり気にしないでください。これからの時代どうなるのかっていうのを見据えた上で、このゼロコーというのをですね、私作りまして、これは僕は正直過渡期の産物だと思っていて、今本当は時代は、20年前とか25年ぐらい前から変わってるんですけど、まあ変わってることが多分実感できてない、あるいはなんとなく変わってそうだなと思いながらも、それに対して、今までのやり方をこうなんとなく続けてる人たちが今大多数だと思います。それはどういうことかと言いますと、まずその学校教育の仕組み、あるいはさらにその学校教育というのはその、国民国家というですね、国、そこに生きる国民という、共同幻想というとなんかちょっと難しい言葉に聞こえるかもしれないですけれども、実際に物理的に存在しているわけではなく、みんなが、そう思ってるからこそ、存在しているもの、これは共同幻想と言います。サピエンス全史という、本があるんですけれども、上下巻で結構分厚い本なんですけど、ぜひ余裕がある方は Kindle とかでも読めますんで、読んでみてください。そこに、書いてありますけれども、ホモ・サピエンスというのは、我々現世人類、ホモ・サピエンス・サピエンスという学名ですね。その現世人類の種、動物としての現世人類の種のことを、ホモ・サピエンスといいますか、ホモ・サピエンス、皆さんご存知の通り地球上で一番繁栄している、種族、生き物です。この生き物がなんでこう地球を支配できるような強大な力を得られるようになったのか、純粋に動物としての強さから言えば、ホモ・サピエンスよりも強い種は、皆さんご存知の通りたくさんいると思います。クマも強いだろうし、ライオンも強いだろうし、なんならウイルスの方が強いかもしれない。なんですけれども、我々これだけの繁栄を長い間享受している、これはなぜかというと、この共同幻想を持てるようになったことが我々現世人類の一番の強みだというふうに言われております。我々共同幻想を持つことによって、ここもおそらく100人以上いると思うんですけれども、100人以上の集団というものをホモ・サピエンス以外は作ることができません。なぜなら、共同幻想という概念がないからです。一つにまとまるとなると、猿山の猿ぐらいが、限界です。猿山の猿って100頭以上の集団にはなりえません。なぜなら、ボス猿がいて、そのボス猿とのそのボス猿と大多数のメス猿、そしてボスに服従しているオス猿、そういった集団で成り立ってますんで、完全にその、力とか、あるいはその繁殖をするという、そういった関係において成立している、どちらかというと生物学的な繁栄、というか集団というふうになってますが、人間はその生物学的なところを、超えた、繁栄というものをすることができるようになりましたし、さらにそれを後世に伝えることができるようになりました。生物学的に後世に遺伝子を残すというのはゲノムって言いますけど、ゲノムじゃなくて知的な遺伝子を残すことをミームって言います。つまりゲノムじゃなくてミームによって我々は、文明、文化文明というものをですね、過去の先人たちから引き継ぐことが可能になってきました。それを、体系的にまとめて、教育というシステムができましたし、この教育というシステムは、世界でも今一番強固な、
共同元素になっている国民国家という共同元素を強固にするために生まれたものです。国民国家、私たちは日本国民のほとんどだと思いますけれども、日本国民というのはですね、国境を接し、まあ、国境というものはそもそも、物理的には存在しませんよ。どこかに線が引いてあるわけではなくて、僕たちが勝手に国境というものを、頭の中で作ってるに過ぎない。そして日本国民というのもそういう概念に過ぎません。それを、我々は強固にするために学校教育という仕組みの中で、日本人であることを、あるいは各国の人であることを、覚え込まされると、そういった部分が結構実は大きいです。そして国民国家の忠実な国民になるために我々は、教育を小学校の時から、まあ、義務教育と一般的に言われますけれども、大抵の国は憲法に、親が、子供に対して教育を受けなさいという、まあ、義務を課しています。まあ、罰則はないことが多いんですけれども、なんで、割とこうみんなそれを忠実に守ってる。そして国民国家という概念が成立してるわけですけれども、ここに来て、皆さんスマートフォンとか SNS とかインターネットを扱ってると分かると思いますけれども、国境の概念ってないですよね。 Facebook とか Twitter とか、LINE とか、まあ、使ってるとなんかね、いろんな国の人たちと、まあ、例えば、ゲームなんか FPS とかやってると、もう世界中の人たちと、ネット上で、共同でプレイをして Discord でコミュニケーションし合うとか、そういったことっていうのは普通になってきてるので、国境の概念ってめちゃくちゃ少なくなってると思いますし、そういう形でその僕たちの中で国境っていうのがあるようでないような状況になってる。この状況が、SNS とかモバイルブロードバンドスマホが普及した状態です。つまりその状態に今のその国民国家の概念および教育の概念というのが合わなくなってきてるんですね。だから勘がいい子たちはそこで、なんかおかしいな、学校で習ってることとなんか自分たちが体験してることに大きなズレがあることになんか多分敏感だと思います。で、感じてはいるけれども黙ってる人たちが、まあ、大多数だと思います。ゼロ校に来てる人たちは割と感度が高くて、もう気になって気になってしょうがなくて、なんか別の道はないかと思って来た人たちが多いと思います。でもっと言うと、まあ、保護者の、理解もある程度あると。で、まあ、大体保護者というと大体僕ぐらいの年齢プラスマイナス10歳ぐらいの人たちが皆さんの保護者であるケースがほとんどだと思うんですけれども、僕たちの世代は、子供の頃にはそういったデジタルツールっていうのはあまり普及してなくて、まあ、僕は本当に小学校の頃から幸いにもそういったものに触れて、そういう世界を早めに体験して皆さんと同じように本当にデジタルネイティブっていうような世代だし、概念っていうものも完全に頭の中に叩き込んでるんで、そういうものが自然なんですけれども、そうじゃない人たちが多いので、今までと同じような生き方というものを皆さんに、まあ、ある意味押し付けてくる部分があると。しかしながら、ここから、まあ、イノベーション理論というのがあって、イノベーション理論というのは何か新しいもの、新しいイノベーション、革新的なものというのが生まれたときに、それが普及するのに、15% の普及率を超えると、急速に普及してくるっていう、キャズムを超えるっていうんですけど、キャズムを超える瞬間というのは来ると思います。それ、ありとあらゆるものにその革新、まあ、要は革新的な技術とか枠組みっていうのはできてるんで、いつかはキャズムを超えるんですけど、いつ超えるかは分からない。ただ今ちょうど教育に関するキャズムは超えつつある時期かなと思ってます。堀井さん、そういういつ来るんですかキャズムはってよく聞かれるんですけど、分かりません。ただ皆さんが想像もしてなかったような出来事が起きて、それがきっかけになってキャズムを超えるところが時が来ると。でそれがまさに教育に関して言うと今まで、なぜなら新型コロナウイルスが、蔓延して、まあ、ここにいる皆さんほとんど関係ないと思いますけど、かかってもなんかちょっと熱が出たぐらいで終わる、普通の風邪で終わると思いますけど、まあ、それがきっかけになって、なぜか去年は学校が、
小中学校、高校、みんな閉校、休校になって、みんなリモート授業になったじゃないですか。大学なんか、いまだにリモート授業やってるところが多いんですけど、まあそうなって、うん、学校って行かなくてもいいんじゃねえかとか、リモート授業の方が楽じゃねえかとか、そういうふうに多分思った人たち多いと思います。そこで気づきが得られて、今、こういったゼロ校とか N 校とか、いろんなそのリモートで授業をやるような、学校というのがすごく増えて、そこの生徒っていうのをどんどん爆増してます。多分ここ5年以内にその流れというのはキャスも超えて一般的になってくる。まあ何でもそうなんですけど、イノベーションに早く乗り遅れないで、早い者勝ちなんで、椅子取りゲームと一緒なので、最初に椅子を取ったやつの方が強いんですよ。イノベーションは必ず、この流れっていうのは必ず起きるんで、なぜならそれが起きるための状況というものが、揃ってるから。技術だったり環境というものが 揃ってるので、絶対その教育のイノベーションというのは世界中で起きてきます。そこで自分たちが先行してそこに乗っかっていくと。で、大事なのは、なんでそれに乗っかることが大事なのかっていうと、本当に暗記中心の学校教育、検索すれば分かるようなことを覚えてもしょうがないんです。それよりも何が重要かっていうと、今その SNS で世界中の知的の知、ね、知能の知ですというのが、ものすごい勢いで共有されつつあります。例えば新型コロナウイルス対策の、メッセンジャー RNA ワクチンというものが、まあ、2種類の出てきて、もうすでにアメリカとかイスラエルとかシンガポールでは接種が、国民の半分以上が接種しているというような状況、これも昨年の3月に、中国のウーハンで出た、ウイルスの、RNA 配列というもの、ゲノム配列というのは、ネット上で公表されたものを見て、おそらくウイルスワクチン の、 その原型そのものは 1、2 ヶ月以内にできてたと思います。それを治験といって、実際に、動物人間に打って、で安全性を確保するのに何ヶ月かかかって、結果として1年以内にメッセンジャー RNA ワクチンというのができたわけです。これはすごい驚嘆すべきことで、新型コロナウイルスそのものはすごく世界経済にとっても大打撃を与えたわけですけれども、それに関して言うと人類の進歩というのが10年、特に創薬、薬を作るという分野では10年進んだというふうに言われています。これも SNS があって、モバイルブロードバンド SNS があってのことです。つまり情報の共有のスピード、そして世界中の頭のいい人たちがそれを共有して新しいものを作り上げていくスピードというのがものすごい上がってるわけです。もうギアが何段も上がってるような感じですね。で、だから何が大事かっていうと、チャレンジすること、すぐに行動することっていうのが実は大事になってるんです。なんかみんなアイデアが大事なんじゃないかとか、じっくり考えることが大事なんじゃないかとか、じっくり準備することが大事、失敗しないように準備することが大事なんじゃないかっていうような、これまでの教育って多分そういう教育だったと思います。それは知がこれだけ共有されてないし、 SNS もなかったし、情報だから調べるのに検索をしなきゃ、今は検索 で何でも引っかかりますけど、昔は図書館とかに行って一生懸命本を探ったりとかして、知をこう自分で収集しなきゃいけなかったのが、今は一瞬で分かるようになったんです。だそんな時代にまごまごしてゆっくり準備をしてたら絶対乗り遅れて損をするわけです。で、今の人たちは失敗を恐れず、どんどんチャレンジをする、スピード感を持ってチャレンジするというのが実はすごく今の生き方で一番最適なんですね。で、そういった最適解を今そのゼロ校は、いわゆるその大卒の資格、大学受験の資格が取れる、つまり高卒認定の資格が取れるぐらいの教育というものは最低限リモートでやりますけれども、それ以外の時間というのは、保護者にですね、お家とか食事とか着るものとか衣食住をですね全部提供してもらって、非常にそのチャレンジしやすい環境でいろんなことを試行錯誤できる、素晴らしい時間というものをですね、最長3年間、過ごすことができるということで、その間にいろんなチャレンジを、
する場というものをゼロ校では設けてます。私が主催する HIU というですね、大人たちがそういった思いを持って、そういった思いを持った大人たちが集まっている集団、こういったものにもフルアクセスできるようにしておりますので、そういったところで、どんどん失敗を恐れずチャレンジをしていってほしいなというふうに思います。以上をもちましてですね、入学のお祝いの言葉とさせていただきます。ありがとうございました。本当に偉いというか素晴らしいのは、今ここに来てくれているゼロ高生がその家族であって、私たちはそのみんなのために仕事をしているという意味で清掃員という名前を使っています。全然あり得るんですけど、何か変わったかということを大事にして過ごしてもらえば、結果として来年3月にはとてもいい状況になっていると思います。皆さんどうもごきげんよう。自分の力で価値を世の中に提供して、それに対してのリターンを得る。自分が好きなことや新しくやってみたいことにどんどん挑戦していきましょう。新しい未来を作っていくと思いますので、思いっきり踏み出してください。皆さんで作っていると、学校を作っているというようなところですので、なので皆さんが主体的に動けば動くほど未来が開けてくる場所だと思うので、未来の明るい皆様の高校生活とその先の人生をもっとキラキラするようにサポートさせていただきます。